みなさんこんにちは。 V ガールズプレゼンツ V コレのお時間です。今回担当させていただきますのは私 V ガールズ堀江梨香です。よろしくお願いします。今回はここ福島県会津若松市にございますワールド会津若松店さんの導入機種をレポートしたいと思います。それでは早速見に行ってみましょう。今回紹介するのは山下から販売されたパチスロー鉄拳サードです。1994年に家庭用ゲームとして販売され、その後スロット機になっても人気を誇っている機種です。そのシリーズ最新作となる今作の仕様は前作同様 G ステージ、シャオユーステージ、キングステージの選べる3つの通常ステージがあります。背景が赤や夜になれば大チャンスですよ。 AT 前兆ステージの鉄拳ゾーンや自力解除ゾーンの鉄拳チャンスを経由、見事当選したら念願の AT へ。 AT は鉄拳ラッシュとプレミアム AT の新鉄拳ラッシュの2種類あり、いずれも純増約 2.8 枚。なんと約500ゲーム以降はバトルが必ずデビルバトルになり、新鉄拳ラッシュの当選確率がぐーんと上がっちゃうんです。すぐに当たらない時でも一撃で一発逆転なんてことになっちゃうかもしれないですね。また AT 中は約12分の1でボーナスを抽選し、こちらも3つのキャラが開始時に選択可能となっております。バトル告知タイプ、後告知タイプ、衝撃告知タイプを選ぶことができますよ。いかに AT 中にボーナスを受けるかが勝負どころですね。その他にラッシュ開始時に突入する頭突きコンボチャンス、ボーナス開始時に突入する鉄拳アタック、ラッシュ終了時に突入するアンノーンゾーン、ボーナス終了時に突入する大ガチャレンジなど多彩な演出が盛りだくさん。このように AT ゲーム数を上乗せできるチャンスがいっぱいあり、常にトキトキが止まらないですね。というわけで今回はパチスロー鉄拳サードのレポートをさせていただきました。当然ワールドアイズ若松店さんにてお遊びいただけますので、ぜひぜひ来てくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。